CCC 池田理子です。30歳モデルヨガインストラクターです。チーズのお茶と和菓子とって食べれる東屋が好きです。ナイキです。もうほんまにナイキが好きやから、今こうイメージモデルしてるのめっちゃ幸せ。ナイキとあとマリンセールが好き。ヨガが もちろん趣味やけど、あとはもう今はもう美術館に、今ね土日ヨガのイベントもあんまりないので美術館にいっぱい行くこととか、あとこう空手フィットネスも好きやし、あと二重跳びも好きです。どれか一個使ってね音楽絶対サザン。メールアドレスもサザンオールスターズやから。あの頃ペニーレントとか、でも音楽系好きなんやけど、今はこうベストキットにハマってますね。この前も見てむっちゃ泣いた。ベストキットです。こうやってキックしてるあの広告がめっちゃかっこいい。サザンに全部救われたから、もうなんかこう新体操で怪我した時も屋上で聞いてたし、熱出た時も聞いたり、失恋した時も聞いたり、なんかこうサザンにいっぱい影響もらって、こう夢も追いかけさせてくれたり。サザンですね。アロマがめっちゃ好きやから、アロマをこう今日の気分でブレンドしてキャンドル焚いてレコードジジジで、リラックスしながらヨガしたり、こうのんびりしてるのがもう一番幸せかな。ちょっとこうウイスキーだ、ダザイさんはロックで飲むから、ちょっとダザイさんっぽいイメージで飲んだりチール、あのキラキラもつける、部屋にあれもつけてる、プロジェクターもつける。なんかもう自分の好きなのを全部まとめるのが結構私のチールです。カズフリーです。レギンスもナイキのこのキラキラレギンス、ヴィンテージのワンピ。で、これはマリンセールで、ネックレス、これはヴィンテージかな、アルマーニで、ジャケットは最近このレイヤードするのにハマってるので、ギャルソンとマルジラのジャケットをまくって、さらにこのインナーも、マリンセールのインナーを着てるので、こんな感じ。私はウエットスーツ。こんな感じです。で、あとアクセサリー、アンのアクセサリーと、あとこれも待ち受けは気分によってガーミン変えてるんですけど、今日はマリンセルで合わせてます。こんな感じです。これは自分でくくってます。本当はダラーンと長いんやけど、もう気分でくくったり、ちょっとズボンみたいにしたりして遊んでます。新体操してて怪我をしてリハビリでヨガを始めて、でこれはもうすごい心にメンタルにも良かったし、その全部体を整えてくれたから、ヨガは絶対こう伝えていきたいと思って、で18ぐらいからヨガの勉強し始めて、で19歳でヨガの資格を取って、ずっともうそこからもう高校卒業してからはずっとこうヨガのインストラクターをしつつ、で事務所に高3ぐらいかな、17、8の時にモデル事務所に入ってたので、ずっと今も東京にも事務所あるんで、ずっと同じ事務所にいてて、ナイキのヨガウェアで広告に出たりとか、いろんなこう面白い動きができるので、そういうのがいいねって言ってスーツのブランドで使ってもらったり、結構なんかこう体動かしてて良かったなっていう風に思ってるので、なんかみんなもこうなんかこうモデルしたいし、なんかもしたいなっていう人はもう全部したらいいかなって思います。武器になると思います。原宿のアネックスでゴールドジムでアロマヨガを担当してます。でそれも面白くて、こうゴールドジムって結構こうマッチョさんのイメージが強いんですけど、そうじゃなくてすごいいいトレーニングの機械とかもあるし、設備もいいから、もっとこういろんな、なんか女性もだし、いろんな老若男女にいろんな人に使ってもらいたいっていうので、アロマヨガを私が担当することになって、結構こういうマッチョじゃないんですけど、私はこういういろんな人もいるよっていうので始めて3年ぐらい経ったかな。いろんな人が来てくれるようになって、そうアロマヨガをみんなに楽しんでもらってます。英語をちょっとやっといて、あと早寝早起きを習慣にしてくれてたら嬉しいなって
って思いますけど、アメリカに撮影行った時とかもそのカメラマンの言ってること分かんないし、みんなとももっと喋るのが大好きやのに喋れてなかったりしたから、あ、なんかやっぱりこうちょっとは単語とか知ってた方がいいんじゃないって思って、あとはこう早寝早起きはもう基本にしとくとよかったなって思うからやっといて。ターニングポイントは東京に来たことです。こう通ってると緊張してオーディションとかも受けちゃうし、なんかこう緊張してたから、こう住んでしまうとこう住めば都っていうので、もう別にこの喋り方も変えてないし、なんかこう上京しようかなって思ってる子もなんか一回こう住めば都なんで住んでみてほしい。大丈夫、めっちゃ楽しいから周りの笑顔かな。なんかいつも笑顔やねって言われるけど、こう周りの笑顔があるから私がいつも笑顔になってると思うから、なんかこう周りの人の笑顔がすごい大事かなって思う。バックグラウンドとか関係なく、みんなにこうヨガをしたいで、それはこう誰も置いていかないヨガっていうのをモットーに私はこう強くやってるから、誰も置いていかないヨガをみんなで一緒にやって、こうみんなの笑顔をつないでいきたい。もうそれはもう世界、もうみんなとヨガをしたい。なんかめっちゃおばあちゃんやけどヨガして二重跳びも今みたいにしてて、めっちゃあのおばあちゃんかっこいいよなみたいな人になっときたいかな。いろんな国のみんなと、いろんな人たちと誰も置いていかないヨガも終えて、全部やりきって、でこうかっこいいウェアを着てヨガをして、なんかもう孫とかとみんなともヨガしたりとかして、なんかこうみんなが笑顔で過ごしていけたら幸せなって思います。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらこちらに私のインスタグラムもありますので、たまにインスタライブでヨガのレッスンもしております。よかったらチェックしてね。ありがとう。